皆さんこんにちは、アリーナ役を演じます中川翔子です。ドラゴンクエストライブスペクタクルツアー、ドラゴンクエストというタイトルのもう存在の別格感、この瞬間ってドラクエみたいって、こう大人になればなるほどドラクエから教わってきた人との出会いや別れや悲しみ喜び、全部がこう経験値になっていくんだなって喜び、こう人生にずっと太陽みたいに寄り添ってきたあのドラクエが30年の時を経て実際に目の前に広がり、しかも日本で初めてのショー、スペクタクルショー、つまり舞台ともミュージカルとも全く違う新しいこうアトラクションのような、え、なんて面白そうなんだ、しかしそれは本当に実現するのかと、一ドラクエファンとしてリアルタイムでこうと同じ時代を生きていられるだけで嬉しいことなのが、あのアリーナというとても有名な、もうみんながこうドラクエ4を遊んだ方はきっとパーティーに入れていたおてんば姫アリーナを全身で演じる、これはものすごく幸せであり、だがしかし愛だけじゃいけない、愛は大事だけど愛だけじゃなくって、アリーナといえばアクション、強くなくちゃいけない、これは全くレベル1からのスタートだなと、いろんなことがこう頭の中を駆け巡り、もう目玉にパルプンと、ごめんなさい、もう大混乱だったんですが、もう多分何度生まれ変わってもこんなに嬉しいドキドキワクワクってないと思うぐらいに、もう生涯最大のスペクタクルだと思って、今までの人生の全てをかけてガンガン行こうぜでいきたいと思います、はい、ドラクエファンだからこそ変なアリーナ絶対許せないって思いますね。アリーナはどんな思いでこの世界に導かれて、そして今勇者と共に旅をしてるのか、いろんなことを思いを馳せるのが楽しくて仕方ないですね。だから日々、今自分もレベル30からのレベル1からのスタートなんですがバレエのアクション、今すごくこのショーで大事な要素になってくるんですが、柔軟やそしてキックをしたり、足が昨日より全然上がるようになったとか、如実にレベルアップを感じたりするのはすごく楽しかったり、で今までだったら多分なんかうわ苦手って思う出来事も、ドラクエの感覚でこれも経験値だって思うと全部が楽しくなったり、それってすごくアリーナに引っ張ってもらってる気がします。そのレベル上げをされて今レベルいくつぐらいまで行きましたか？夏の時点がレベル50ぐらいになりたいんですけど、魔王を倒すのそれぐらい必要ですよね。今レベル8ぐらいですかねいやこっから追い込みをかけるので、はい。やっぱりアリーナといえば鉄の爪装備してみたいですね。そして素早くって誰よりも早く動いて会心の一撃を繰り出すアリーナ、いつも目がワクワクしていて、そこからのこうこっからの爆裂拳、そして先行劣化拳ですよね。悟空みたいなところがあるというか、あなた女の子ですよねっていう、もうスカートもめくれまくるまで空を飛びからの先行劣化拳、多分気合いの球を繰り出してると思うんですけど、スクリーンを最先端技術で映し出してエフェクトだったりが可能になると思うので、先行劣化拳はマジでやりたいです。ですね。てかやるんじゃないかなと思うんですけど、お客様との参加型、あのみんなでラーの鏡を探したりするのかなとか、みんなで共に呪文を唱えたりとか、あの一人一人の皆さん全員がドラクエの世界の住人になっていただくと思うので、ドラクエあるあるってすごくたくさんあると思うんですね。例えばこうあの調べたけどただの屍だったとか、あの壺の中に薬草が入ってたとか、そういうもう会場に着いた時点でドラクエワールドが始まっているので、あのぜひギリギリじゃなくてちょっと早めに会場に来ると楽しいんじゃないかなって思います。そのトルネコが徘徊してたりとか、あの実際宝箱があったり、一瞬ずつの空気を全部がこの夏だけの瞬間なので、全ての瞬間を心の冒険の書にセーブするつもりで、あのワクワクを抱いてきていただきたいなと思います。そしてドラゴンクエスト3の世界がベースになってるんですが、サブタイトルがそして伝説へっていうサブタイトルだったんですね、ファミコンの頃から。なんて素敵なんだろうと、つまり今から皆さんと一緒に冒険の伝説の冒険を紡ぐんだっていうワクワクでいっぱいなので、ぜひはい遊びに来ていただきたいです。この夏ついに30年間の歴史を超えてドラゴンクエストが実際に目の前に世界が広がります。冒険が広がります。ぜひ勇者と共に、あなた自身も勇者となって、アリーナやテリー、そしてモンスターたちと出会い、
そして最高の興奮を冒険をこの夏だけの冒険を共に伝説を行きましょう。ぜひ遊びに来てください。